カオチェンバトル顔面グランプリはメトロ発売の専用チップを用いたトレーディングカードアーケードゲーム2010年4月より稼働開始第3弾より顔面グランプリガンゴットファイターズに解体2011年3月頃超合体ギガ10への入れ替えに伴い実質稼働終了となった専用チップを用いた自社アーケード筐体 メトロゲームポケットシリーズ第4弾。従来のチップのコレクション要素のほか、筐体上面にカメラが設置されており、これに顔を撮ることにより、自分の顔をゲームに登場させることができるのが特徴。第2弾のミニ P 対戦が可能となり、1人プレイでは2ボタン、2人プレイでは1ボタンでの操作であった。ファイターチップとデコチップをスキャンした後に、筐体上部のカメラで顔を撮影し、 顔面ファイターを作成し、バトルスタート。二つのボタンで、パンチ、ガード、ヘッドアタックを操作、相手のスタミナが例になった時に、必殺技を決めることができる。必殺技を受けてダウンした際に10カウント以内に、立ち上がれなければ、KO となる。そしてボクシングのルールと同じように、相手を3回ダウンさせると勝ちになり、相手のダウンが3回目だった場合は、 顔面フィニッシュを決められる。ランキング上位の顔面キングを目指す。ボタン一つでの操作となり、攻撃を受けている時にボタン押しっぱなしでガードとなる。勝てば相手の顔に顔面落書きができる。マイクアナビ、笹島カホルメトロ専用筐体を使用したシリーズ。チップの種類が多く、ルールや操作が簡単で、定年霊巣でも楽しめるようになっている反面。 稼働期間が短いものが多く告知もなしに稼働終了してしまうものが多い。ありがとうございます。